こんにちは、タイハッピーです。今回の動画はこちらです。 BCR ボトルチェンジライダーシリーズですね。01番仮面ライダービルドのラビットタンクフォームです。毎年ギミックの違うボーイズトイのねフィギュアなんですけれども、今年は2分割。感覚的には WFC シリーズに似てるかなと思うんですけど、結構なんかね分割が複雑そうなので、そこら辺がね楽しみです。そんなわけで、さあ早速見ていきます。あ、やべ、変なとこ来ちゃった。中は、二分割と武器、ドリルクラッシャーですね。で、今後出てくるいろんなフォームとチェンジが可能。まあ、せっかくなんでね、過去のライダーシリーズも一緒に並べてるわけなんですけども、はい、ドリルクラッシャー、まだでかい武器、まだ感じるし、で、後ろが、あ、肉抜きされてる、けどなんかね、特殊な肉抜きのされ方で、あんまり違和感がないですね。でも重たい。PVC 仕様ですね。 PVC 仕様ってなんだよ。で、こちらがタンク、そしてラビットで、これがくっつくわけなんですけども、結構やっぱ複雑ですね、見た目。後ろにはボタンがあります。このボタンを見るとあれですねオーズのコンボチェンジみたいな、そんな印象で、合わせてパチ、これでベストマッチ。ラビットタンク、首は可動なしで、腕の付け根と回転、そして二の腕も回転で、肘関節と手首か、あと指、ここら辺は一緒で、腰は動かずで、股関節ここまで開いて、もも回転で、膝で、足首がボールジョイントで、膝なんですけど軸は1個、エグゼードは2個あったんですけども、軸1個ですね。2段階で曲がるんだったらね、レベル1の側に入れてみたいなと思ったんですけど、それは不可能です。こんなもんですか。で、まあ、このね WFC のこれはね単なる2分割じゃんって思ったんですけどね、これちょっとね結構驚いたのがね、首の可動があったんですよね。で、左右を、あ、ちょっとずれてる、はい、ヒートトリガー赤と青、まあ、これになんか似てるかなと思いきや、まあ、赤と青のね色味もちょっと違うので、でもなんか一緒に並んでても違和感はない。まあ、ただね、これの遊び方的にはまあ、分割して他の種類がいっぱいあればいろんなフォームが作れるよっていう。お、分割は初見だとちょっと分かんない。どうすればいいんだ、ない、変にいじってボキッていっても嫌だな。足の付け根あたりからパキッといけばいけますね。あ、ボタンか、このボタンを押して分割、ボタンを押さずとも足を前後にスライドすると分割はしますね。で、分割した後の裏から見たらこんな、すみません、ピンボケ、このようなイメージになります。こっちがラビットのタンク、やっぱりこれは首は可動なしですね。まあ、これで動いたらちょっと設計相当難しいのかなっていうのはありますね。ちゃんと戦車になってます。そしてこちらがウサギ、左向きのウサギで、ベルト、このハンドルは一体ですね、稼働せずで。これなんですけども、まあ、先ほども言った通り、まあ、分割して、まあ、当時一番驚いたのがここなんですよね。首上下さらに左右振ることもできる、これはね当時すごい感動してたんですよ。このくっつけた状態でもね、首左右と上下、これすごいなっていうのはあったんですけど、まあ、今回のこの仕組み的にはねちょっと難しいかなっていう、まあ、今までのボーイズトイフィギュアはね首動いて腰動いてだったんですけど、まあ、これは使用上なし、分割して合体で、まあ、両手両足各部が稼働
ドリルクラッシャーを装備、ついでにメタルシャフト、そしてミニプラの余ったランナー、これ前後に置いたりするとね、結構劇中再現近くなるのかなと、まあ、真っ白に塗ってみたりとか、結構簡単にいろいろ遊べそうな気がします。で分割して、まあ、これで立たせるのはちょっと厳しいかな。片側だけうまいことバランスよく立てばね、なんかいろいろできそうなんだけど、微妙に、ああ難しいかな、うまいことやれば立てそうな気はします。まあでもスタンド使った方がいいですね、この場合は。立つか立つか、ああダメだ、厳しい、やめよう。まあ毎年ね、ボーイズトイフィギュアの、ボーイズトイフィギュアってなんだよ、ボーイズトイ事業部のねフィギュアが出るんですけれども、まあ、前回はエグゼイトの LVUR で、 GC のゴーストチェンジ、これはねゴーストのパーカーの着せ替えがメインのギミックだったんですけども、やっぱりこうやってね過去振り返って、あすいませんピンボケ、過去振り返ってね追っかけていくと、まあ、歴史あるんだなっていうのがあります。まあ本当ね、ここ数年のものと、まあ、ディケイド以降、まあ、ダブルオーズなんかはもう結構ね品質の劣化が目立ったりしてますね。保存するのもなかなか大変だったりします。そしてドライブは特殊な分割、斜めに分割ですね、タイヤ交換の TK シリーズ、はい、そしてその前がガイム、これがね多分一番遊んでて面白かったかなと思います。でこちらワップ光ります。ほんとね、やっぱりいろんなその年によってギミックが違うので面白いです。でそのこっちか、これを3分割、これあーでも外務以上かな、そんなの。ただ遊びすぎてで、ね、結構バキバキに割れてたりするんで何回か、あー買い直してます。でダブラも足が曲がってて2分割で、はい、そしてモジュールチェンジシリーズがフォーゼ、確かこれ全部のモジュール出なかったんじゃなかったでしたっけ。まあ、トイザラスのね、フルセットみたいなのが出たけど、それも不完全だった気が。はい、そして FFR のディケードなんですけどもね、サイズが一回り小さいですよね。ただまあこれギミックはなくて、まあ、その他のライダーが変形っていう変形トイとしてはね面白いんで、まあ、それもねそのうちやっていきたいなとは思ってます。ダブルの2分割も単純なだけにね結構面白いけど、もう足が曲がってきたりしてますね。サイクロンジョーカーもね1回買い直したのかな、もう足の関節からバキって折れちゃったんですよね、足の膝か。二分割はね、ただ単にオリジナルフォーム作ったりして面白かったですね。でこれがサイクロントリガーで、エクストリームが変形トイで、そっちもそっちで面白くて、まあ、動画もアップしてますので、ね、ぜひどうぞ。でアクセルは完全に変形トイですね。で OCC なんですけど、このオーズコンボチェンジシリーズ、このタトバもね3体目です。トラクローがね根元からバキッて折れたり、やっぱりね膝から折れたり、ちょっとねやっぱり何年も保存しておくと肩が来るので、もうそこら辺はねしょうがないかなと思ってます。でまあ今年はビルド、去年はエグゼイド、まあこの2体がね冬映画、2体じゃないか、2人が冬映画でね共闘して戦うところが見たいなって待ち遠しいですね。まあ、あとはねすごい先の話なんだけど、最終フォームとか絶対これ2分割で合体じゃない気がしてならないんですけど、どうなるんでしょうかね。まあ本当ね、ここ数年は時間経つのがすごい早く感じるんで、あっという間に番組が終わっちゃう、そんな感じですね。あとはねバイクの方も非常に楽しみです。まあ、このボーイズトイ系のフィギュアに絡ませる大型メカって言ったら、一番今のところトップなのがやっぱりパワーダイザーですね。あれはなかなか今でも遊んでて面白いです。その次にトライドベンダーに、トライドロン、スイカームズか、そのぐらいの順で面白かったな。イグアナはてんてんてんそんな感じでございます。どうしてこれ低いな。ギミックはすごい単調なんですけれども、あの分割してはめ込むっていうのは、まあ、感触的には面白いですね。あとはね食玩の方も分割の、まあ、フィギュアが出るんで、そっちの方も結構期待はしてます。まあ早くもナイトログが欲しいんですけど、出るんでしょうか出てほしい、並べたい。はい、そんなわけで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。その他変身ベルト、フルボトル、武器など動画は出してますので、ぜひ概要欄のリンクもしくは右上から
ぜひどうぞ。以上、トイハッピーでした。ご視聴ありがとうございます。